アズリモーニング水曜日始まります。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今回も第一水曜日担当させていただきます。 MC の天間春人、 MC の三月春乃です。はい、よろしくお願いします。はい、ではね、早速なんですけれども、私たちマスクをつけておりません。こちらですね、コロナ対策しっかり行っておりますということで、演者スタッフ検温を行っておりまして、換気もね50分に1回行っているのでご安心ください。でね、今透明の隔てっていうのがあるんですけども、こういったものでね、しっかりと対策も室内で行っているのでご安心ください。ただ一つ注意点なんですけれども、このスタジオ内には窓があるんです、あるんですけど、この緊急車両のサイレンだったり、台東区の緊急放送がマイクに入って、もしかしたらお聞き苦しいところが一部あるかもしれないんですけれども、そちらの方ね、ご理解お願いいたします。ということで、早速始まってまいりましょうか。お願いいたします。はい、お願いします。ではこちらの新天満ソングの紹介お願いしてもいいですか。はい、今が流れてるこの曲は、うん、鳥越あずり FM の新テーマソング、なれるものになれです。はい、この曲はこれまでのテーマソングのスタートアップ、エンディングのとばりに続いて、うん、鳥越あずり FM の高橋代表が作曲を手掛けまし、作詞ですね、はい、いたしました。その歌詞に関西で活躍するマルチシンガーのしおんさんが曲、そして歌を乗せて完成したのがこのなれるものになれです。はい、しおんさんは、エレファントカシマシやケツメイシやファンモンなども手掛ける音楽プロデューサー、柳マンさんの楽曲提供も受けた素晴らしいシンガーです。はい、素晴らしいですね。結構ね、耳に残るようなメロディーなので、すごくね、私もね、気に入ってはおります。そうですね、春野さん今日は初めて来たので、これからね、もっともっと聞くことがあると思うんですけど、はい、ぜひね、もう歌えるようになってください。頑張ります。はい、ちょっと無理強いしてしまいましたということで、で、アズリモーニングの目的を説明させていただきます。鳥越アズリ FM の特徴として、見て聞いて参加する番組ということで、まあね、一応この2年間ぐらいですかね、始まって以来ずっとなんですけど、目標としては日本一尖ったね放送局にしようということで始まってまいりました。で、まあ台東区のね、地域活性化のお手伝いをさせていただいております。で、こちらですね、ちなみになんですけども、この番組応援の会も募集しておりまして、このね、この番組が好きという方への朗報ですということなんですけど、番組応援の会に入会することで、スタッフルームからのね、実際見学だったり、テレビ電話などね、さまざまな、なんだろうな、サプライズではないですけど、まあこういったね、提供をね、そうさせていただいておりますということなのでね、会費は1年で1万円ぐらいですかね、なっているので、ぜひぜひ応募ください。でこちらね、なんと、ツイッターもやっておりまして、こちらですね、アットマークアズパン FM、アットマークアズパン FM ですごく分かりやすくなっているので、こちらからね、春野さんだったり、まあ、私にだったりね、コメントをどしどし、してください。お待ちしております。お願いします。はい、では続いてですね、はい、続いてなんですけど、このアズリモーニング、スタッフを募集しております。で、実際になんですけれども、はい、こちらですね。まあ、時給が1041円からスタートとなっていて、7時から24時の週3回以上働ける方募集しております。で、まあ、携帯雇用なんですけれども、アルバイトや社員ですねもあるので、ぜひぜひ、ね、こちらから応募お願いします。で、ご連絡先ですね、ご連絡先が 080-3757-9131、 080-3757-9131 までお電話くださいということでね、まあね、本当にその最初来た、まあ、春野さんだったら雰囲気は分かると思うんですけれども、すごいね、接しやすい環境を作ってくださったり、ね、まあ、全体的に丁寧な説明をねしてくださるので、本当に過ごしやすい環境にいるんではないかなっていうと私はね、思います。はい、なのでね、ぜひぜひ応募してくださいということで、お願いします。お願いします。ではね、こちらで、まあ、終わりなんですけれども、最近ね、暑かったり天気が、ね、晴れていたんですけれども、ね、今日に関してはね、だいぶ曇ってますよね。はい、なので、どうなるかなということで、心配なのでね、まず天気予報からやってまいりましょう、ということでお願いします。はい、今日ですね、今日は曇り時々雨となっております。で、まあ、最高の気温が23度と、まあ、やや低めではありますから ね、はい、今までに比べると結構低めですね。では1週間の、ね、天気予報も見てまいりましょうか。さあ、どうなるんでしょう ね、下をスクロールしてもらってもいいですか。明日がね、まあ、どうなるかっていうのも、はい、では木曜日からやっていきましょう。
木曜日は曇り時々雨、金曜日が曇り 一時雨ですね。土曜日曇り一時雨、日曜日曇り一時雨、月曜日も曇り一時雨、火曜日が曇り時々晴れとなっております。あ、結構ですね、曇り一時雨が多いですね。もうどうしたもんかって感じですけど、あ、まあ、洗濯が ね困っちゃいますね。休みの日だとは思うんですけれどもね、一応ね体調管理にも気をつけていただいて、最低気温はだいたい13度が最低ですね。で、まあ、最高が、一番高くて27度となっております。火曜日がやっぱ晴れるので、そういった面でね、体温あんま上がるのかなとは思うんですけど、はい、どっかお出かけとかしますか？いや、予定ないんですけど、晴れる日は出かけたいなって感じ。出かけたいですか？はい、確かに出かけたいですね。ピクニックとかしたいですけどね。うん、いいですね。どこになって感じなんですけど、はい、ぜひぜひね、皆さん傘を持っていきましょうということでね、うん、私は傘を忘れましたということなので、ね、頑張ってやりましょう。頑張っていきましょう。ではね、続いて渋滞情報やってまいりましょう。じゃあ、はい、春野さんお願いします。はい、こちらですね。今回は、お、はい、中央通り都道400、あ、まずは高速道路ですね。高速道路、はい、都道1号の上野線ですね。上野線で、はい、本町出入り口と上野出入り口から 1.5 キロで約4分の混雑がしています。はいはい、では続いてがもう一般道路ですね、はい、うん、中央通り都道452号線ですね、うん、台東区東上野3丁目付近から353メートル、約3分の渋滞となっております。はい、で春日通り都道453号線、台東区上野6丁目付近から222メートル約1分の混雑ですね。で都道452号線、台東区谷中5丁目付近から591メートル約5分の渋滞となっておりまして、昭和通りですね、台東区国道4号線、昭和通り台東区流線2丁目付近から491メートル、約3分の渋滞ですね。うん、で忍ばず通り都道437号線、台東区上野公園付近から239メートル、約1分の混雑、うん、と清洲橋通り、はい、清洲橋通り台東区東上野6丁目から390メートル、約2分の混雑となっております。はい、今回はね、まあ、結構多かったんですけれども、道路ね、うん、使う方はぜひぜひ気をつけてくださいということで、うん、はい、では続いてですね、鉄道の運行情報やってまいりましょう。はいはい、こちら結構列車遅延している感じですかね。はい、山手線、はい、山手線ですね。京浜東北根岸線内で車両点検を行った影響で山手線も遅延している、はい、で京浜東北線根岸線もそのまま車両点検を行った影響で一部列車遅延しております。はい、東武東上線はこちらも ね遅延ですかね。そうですね、まあ、結構連なっている部分があるの で、ね、はい、お、運行上東上線が信号点検ですかね、関係の影響で、まあ、遅れているということなので、はいはい、結構遅延が増えてます ね、はい、続いてやってまいりましょうか。はい、続いてが東武東上線の下ですね、小田急小田原線ですね、うんうん、から小田急江ノ島線だったり小田急多摩線ですかね。小田急線が結構多いですね。はい、東急東横線か、から東急メトロ線だったりも結構遅延していますということなので、うん、はい、お気をつけくださいということ で、 そうですね、まあ、銚子電鉄線はね、いつも通り点検でね、遅れているということなので、うん、はい、こちらね、気をつけてください。はい、はい、お願いします。いや、今日やっぱり雨の天気、まあ、雨のね、うん、予報とかもいろいろあると思うんですが、そういったもので乱れがね、少し見られるかなと思うので、うん、皆さんね、お気をつけください。はい、では続いてね、台東区ニュースやってまいりましょう。お願いします。はい、こちらですね、大東京商店街祭り開催のお知らせ、こちらね、入場無料となっております。都内の商店街が大集合、来て見て体験して商店街の魅力再発見ということでね、はい、東京都には魅力的な商店街がたくさんあります。その数なんと2400以上ということで、うん、あなたの地元や隣の町、さらに気になるあの町からもということでね、都内の商店街が集まる大東京商店街祭り、家族や友達と楽しめるイベントが盛りだくさん、ぜひ遊びに来てくださいということで、
すごいですね。結構いろいろあるみたいで、あの都内商店街による PR ブース出展っていうのもあったり、うん、著名人による音楽やお笑いライブ、寄せなどのステージイベント、うん、レトロなおもちゃや縁日などの体験コーナー、会場内をね巡るクイズラリーっていうのもありまして、うん、なんかねいろいろちょっと見てみたところ、小島よしおさんとかだったり、そうなんですよ、いろんな方があの出ていらっしゃるので、うん、まあ、見どころ満載なんじゃないかなということで、うん、でこちら開催の日時なんですけど、11月の12日土曜日の11時から17時、でもう一つが11月13日日曜日が11時から16時となっております。でもね、会場はねメイン会場が東京都庁にあるということなので、ぜひぜひねこちらも行ってみてください。あともう一つがね、うん、サテライト会場のゾーンにあるということなので、そちらもね見どころ満載ですね。はい、ではあのこちらに関してなんですけど、もっとあの内容が知りたいなとか見たいなという方はですね、 LINE の方に台東区の、ね、公式アカウントがありますので、そちらをねちょっとぜひ登録していただいて、あのぜひ見てみてくださいということでお願いいたします。ではね、以上で台東区ニュースでした。では次から局からのお知らせコーナーやってまいりましょう。続いてですね、2022年の10月16日に2022年あずうりプロレス祭りが開催されますということで、前回はね10月の10日に開催されていたんですが、うん、今回はねまた10月ということで、まあなんかいい感じではありますよね。日曜日なのですごく見に行けるタイミングではあるんじゃないかなとは思います。で、ね、去年の放送局がねプロレスの興行を打つという前代未踏の大会を開催しまして、今年はねさらにすごいドリームマッチを実現しますので、ぜひお楽しみくださいということで、まあ、まずは去年のねアズリあのプロレス祭りの DVD の映像をね、見ていただきましょうということで、はい、では見てみいきますか。はい、ではどうぞ。ではアズーリプロレス祭りスタート。スタートでーす。いかがでしたか、見てみて。すごいですね、プロレス見たことないんですけど、おお、なんかちょっと楽しそうだなと思いました。楽しそう、結構痛そうでしたけどね。はい、迫力があってね、楽しそうだな、ね、ああいうのはね盛り上がるというか、まあ、やっぱ体を張った仕事ってね、うん、何でもね面白いっていうのはあるのが大体なのでね、ぜひね、あの春菜さんも機会があれば10月の16日行ってみたら、はい、いかがでしょうか。もうね、あの10月、今月も10月なの で、 そうです、ね、あっという間ですよ、あと少しなので、はい、お楽しみくださいということ で、うん、でこちらのねプロレスの今の DVD なんですけど、他にも T シャツとかねたくさん売ってる、うん、あのオンラインショップができましたということで、各グッズがね買えるということで、うん、はい、こちらですね。で実際に高橋代表のね本なども売られてるの で、 で、ね、はい、もしねあのこういったものアズパンくんのねキャラクターとかも欲しいなっていう方もぜひいたらね、ここであのご購入くださいということで、はい、これ可愛いんですよね、可愛いですし、ね、使えるものばっかりですね。そうなんですよ、なんか欲しいのありますかこの中で。消毒スプレー。消毒スプレーすごい実用的。可愛いなと思って。そうですね、可愛いですよね。はい、なのでこういったものを買えちゃうということで、しかも330円税込みです。いいです、とても安い、安い、はい、なのでねこちらお買い求めくださいということでお願いします。ではね、続いての局からのお知らせお願いします。はい、続きましては、はい、第1第2第3月曜11時より放送の羽生忠和の基本的には野球の話のメイン MC である元プロ野球選手羽生さんの羽生田さんですね、羽生田さん、はい、羽生田さんのイベント企画があり、それがこちらです。うん、ですね、ですね、はい、プロ、アマ、草野球、少年野球問わず元プロ野球選手の羽生田さんが、うん、プロ
プロの知識と経験を惜しみなく公開する企画となっております、うん、これね一級入魂の野球塾ってすごいね名前がかっこいいです、かっこいいですよ ね, ね強くなれそうな感じがします、ね、名前から強くなれそうですよね、はい、そうなんですよ。でお試しキャンペーンとしてですね、はいはい、5万円のその参加費が2万円となっておりまして、うん、すごくお得な、そうですね、で2時間に対して2万円なのでもう ね, うね、あのこういったのって全員でもう払ったらもうすごい安くなるって、うん、破壊もう価格破壊だと思うので、そうですよね、はい、ぜひぜひねやってみてください、応募してみてください。でこちらねあのお電話番号なんですけれども0358294814 0358294814 までねぜひぜひお電話ください、お待ちしております。いやーでもねこういったね塾ができるプロ野球選手からね、うん、元プロ野球選手から学べるっていうのはね、うん、本当に素晴らしいことなので、そうですよね、うん、めったにないですもんね、うん、でねもうすごい肩がねあの羽生田さんってあの強かった選手なので、うん、そういった意味でもね投げ方だとか教えてもらったりどういうトレーニングをしたら、うん、それをそこまでね肩が強くなれるのかっていうのをね知れるといいんじゃないかなと思います。まあ、あの肩の筋肉って結構三角筋と言われて、うん、あの前と外と後ろっていうのがあるんですが、そこを鍛えないと多分強くならないんですよ、うん、そうなんですね、そうだからそういったところをね私は野球してないですけど知りたいですね、はい、どんなトレーニングをしていたか、ね、はい、ということなのでねぜひぜひ皆さん応募してみてください、お願いいたします。はい、でこちらなんですけど羽生田さんのね、リニューアルした番組がありまして、こちらですね、はい、お願いします。はい、はい、こちらの番組4月11日からリニューアルしたんですけれども、はい、サブ MC に野球大好きで有名な有名セクシー女優さんがレギュラーに決定しました、うん、はいはい、皆さん野球以外にセクシー女優好きの方も必見となっております。はい、まあね、自分その見たことはないんですけど、うん、ちょっとね今後そういったのもちらほら見てみたいなということをね、うん、前回ね姉崎くんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その人とお話ししてて、まあ姉崎くんはこういうの大好きだったので見たっぽいんですけどまあ私はねまだそういう知識がなかったので、はい、今後ねちょっと見ていかないとなとは思いましたね、うん、はい、素晴らしいです。ではね続いてやってまいりましょうか。続いてなんですけど、はい、尾張あずり FM が11月の7日から開局いたしましたということでおめでとうございます。もうねついに東京からね、まあ、新たに1店舗違うところに進出したということで、うん、こういうね新たな店舗出すっていうのは本当にこういったの難しいと思うんですよ、うん、そういった中でね本当よくぞという感じで素晴らしいですね、もうたくさん応援していきたいと思います。で実際なんですけど12月の12日月曜日に開局で生放送開始ということになっております。放送予定が10時から23時までということでね、すごい長いスパンでやるんですけれども、本当ですね、はい、もう力が入ってるのかここからでもね分かりますね、はい、はい、さらにね日本一尖った放送局いろんなところに出して、うん、地元のね春野さんの三重だったり、はい、福岡だったりね私の地元の出していただけたら嬉しいですね。はい、そうですね。はい、ということでおめでとうございます。ありがとうございます。じゃ、はい、続いてね協賛店のご紹介やってまいりましょうか、はい、お願いします。こちらですね、ワインとパエリアのスパニッシュイタリアンロジカさんですね。こういったところ行ったことありますか？いや、ないんですよね。あ、ないですか、はい、ここなんですけど、まあ、ワインとパエリアということで結構ねイタリアン料理が多いんですね、うん、でここでソーセージだったりチーズのもう種類がもう豊富だったんですよ、見てみた時に、はい、11時からっていうお昼からもやってるので、そういった意味では、まあ、お得だし、そうですね、うん、おしゃれなねランチを楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひね行ってみてください。はい、はい、では協賛ありがとうございます。続いてやってまいりましょう。こちらですね、リボンさんです。まあ、革製品を取り扱っているものでしてね、オーダーメイドでそのお財布だったりとか、はい、キーカードかな、キーチェーンのカードだったりとかも作れるんですよ。で前回福岡の天神の方にも出店していたことがあって、うん、まあ、そういったところでなんか親近感を勝手に私は感じてしまったんですけど地元ですもんねそうですね、こういったものをなんか見たこととかありますかな、欲しいなとか。革製品ですか、うん、そうですね、私は使わないんですけど、うん、お父さんとかにプレゼントするとかもいいかなって思いますね。確かに確かに、父の日とかいいですね。いいですよね、はい、
まあ、こういったのをね、もう大事な人にねあげたりするのもいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。ではね、続いてやってまいりましょうか。こちらですね、串焼き居酒屋のベニヤさん。もうね、いつも言ってるんですけど、赤ちょうちんがねトレードマークなんじゃないかなっていうので、あ、まあ、結構春野さんだったり映画は見たりしますか？はい、映画は好きですね。あの深夜食堂って知ってますか？あ、はい、知ってます。もうああいう雰囲気を出していて、やっぱりレトロ感というか、あの昭和に戻れる、まあ今じゃね平成も越して令和になってしまったんですけどはい、もうねそれをね越して越してまたタイムスリップできるような場所だと思うの で、うん、で実際ね焼き魚だったりアジフライとかね揚げ物も豊富にあるんですよ。そうなんですね、はい、なのでこういったところね、あのいつか行ってみたいと思いませんか、はい、一緒に、はい、一緒に一緒に行きましょうちょっと曲がったな、はい、なのでこういったところをね、あのぜひよかったら一緒に行きましょう、一緒に行きましょう、はい、交流会ということで、はいはい、こちらね、あの新御徒町駅から徒歩6分のところにあるので、うん、そういった意味でもね、あのいいんじゃないかなと思います、ね、はい、なのでぜひ行ってみましょう、はい、お願いします。では続いてやってまいりましょう。続いてですね、アザラシ型メンタルコミットロボットのパラくんです。これあの下をスクロールしてもらうともう見えるんですけど、めちゃくちゃね可愛い縦元アザラシの、うん、あの人形みたいな感じで、うん、中がねすごい精密な機械をこのあの組み立てられているので、うん、あのコミュニケーションが取れるんですね、まあ、メンタルコミットロボットなので、うん、あのしかも10万回のね撫でテストっていうのをしているので、はい、すごいね、あの耐久性抜群っていうのではもう安心できますよっていう、うん、はい、どうですこれ、科学館に前行った時に置いてあって、うん、はい、えそうなんですよ、あったんですか、あったんですよ、で撫でたんですけどめちゃめちゃ可愛くて、触り心地はどんな感じで、ふわふわで、うん、まあ、でもぬいぐるみみたいな感じなんですけど、ぬいぐるみなんだ、え持ってたりとかはしないんですか？なんか撫でるだけのその科学館の展示がだったんですけど、はい、すごい可愛くて反応もしてくれるんですよね。ですよね。ここ触るとこうみたいな。え、そんななんか触る場所によってあの表情が変わるんですか？そうなんですよ。それは知らなかった。もうじゃあ自分たちが出向かなければいけないという感じですかね、これはね。そうですね。はい、出向きますね。待っててください、バロ君。はい、ということでね。あの、一個一個がなんか確か、あの手作りみたいなので、顔が、そう、お顔立ちがね、私たちと一緒で違うみたいですよ。そういったところお気に入りの子も見つけたいですね。ね、もう見物ですよ、これは、うん。はい、ということでね、パロ君でした。ありがとうございます。ではね、続いてやってまいりましょう。こちら株式会社ブレスさんのご紹介となっております。まあ、こちらですね、ブレスさんはビル・マンション共用部を主とした電気工場会社です。で、BS アンテナの新規設置・交換や LED 照明の新規設置・交換などを行っております。まあね、基本的に電気工場は全て、ね、あの対応しておりますので、うん、あのぜひお電話くださいということで、うん、まあ、漏電駆けつけなんか急な停電にもね仮設置工場をしに来てくださるそうので、ね、本当にスピードが速いというか、うん、はい、とても売りな場所ではあります、うん。で、あのオーナーさんだったりとかやっぱりね電気の消耗が早かったり、そういった面ではね、あのお金すごいかさんでしまうと思うんですけど、うん、そういったね電気 の、 あのご相談もしておりますということで、あのコスト制限に、はい、あのコスト削減をすごいあのこちら意識してくださっているそうなので、もうね、あの今って何でも高いじゃないですか。そうですね、まあ、ね、その電気代だけでも安くしたいという方はぜひねブレス様でお電話ください、うん。でもインターホンとかもね工事してくれるってすごいですよね。もうじゃあ何でも細かい、すごいですね。そうで、キュービクルの保守点検サービスまでサービスですよ、これ行っているということで ね、 本 当で本当にありがたい限りでございます、うん。なのでね、こちらもう今すぐ点検していただきたい、してもらいたいという方はですね、ファックスからやってまいります。0358294979、0358294979ですね。お電話番号が0358294978、0358294978までお電話ください。まあ、あの一桁違いなのでね、こちらお間違いないようお願いしますということでね、株式会社ブレスさんのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございます。では続いてなんですけどね、はい、はい、こちらお願いします、はい、ブライの公開情報ですね、うん、予告動画がございますのでご覧ください、はい、ではどうぞ、どうぞ。おい、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 
件しようか。組長が一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠堂に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎締めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、薬はやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。お前三原則一周もどうするんじゃ。お前選手が見込んどんのじゃ。ゴミアクターで結構でもね。欲望の時代を生き抜いたあぶれ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思うんです。で、助手席だ。指ないのにね。はい、ということでね、はい、12月公開らしいですね。はい、これはもうね、はい、終わったやつなんですけれど、はい、そうですね、 DVD 発売そうですね、ちょっと天然なところが出たんですかね。すみません、はい、大丈夫ですよ。はい、DVD も発売しているそうなので、うん、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、でこちらね、Netflix でもね、紹介しているということで、実際にね、私も見たことあるんですけれども、はい、こちらです。どうです、 Netflix 持ってますか。そうです、入ってるんで。おお、じゃあ見れちゃいます、ね、この後見ようかなって思います。おお、さすが行動力は大事ですね。はい、ね、素晴らしいのでぜひ見てみてください。でこちらの映画の監督の井筒監督の冠番組が日曜日の13時から放送中となっております。はい、今後も井筒組と鳥越あずり FM のコラボレーションに目が離せませんね。そうですね。はい、はい、ということでね、井筒監督とね、一緒にいつか共演できるととても嬉しいですけどね。いいですね。はい、お待ちしておりますということで、はい、でもう一つね、あずりモーニングからのお知らせなんですけれども、はい、はい、お願いします。はい、鳥越あずり FM のスタッフ募集のお知らせです。はい、私ですね、はい、再度お知らせなんですけれども、うん、鳥越あずり FM スタッフを募集しております。うん、勤務時間が7時から24時で、週3日から3日以上出られる方で、アルバイトや社員登録制度もございますので、興味ある方はぜひ応募してみていただけたらなと思います。、はい、お願いします。お願いします。こちらご連絡先ですね。はい、はい、ご連絡先が 080-3757-9131 です。うん、080-3757-9131 となっております。はい、お願いいたします。お願いいたします。まあね、第2スタジオの拡大によりね、その人手が減ってしまったということなので、うん、そちらのね、人材募集となっておりますので、うん、ぜひぜひ応募ください。お願いします。お願いします。いやー、でもね、すごく、なんだろうな、初めての体験だったと思うんですけど、春菜さんに関しては、はい、どうでしたか、これやってみて。いや、すごく難しいなと思います。難しい、難しいですね。最初のうちはすごく緊張してしまったりするとは思うんですけれどもね、うん、だんだんこれは場数を踏まなければいけないところはあるとは思うので ね、一緒に頑張っていきましょうか。はい、と言いながらもね、来月からまた私違う人とやるんですけどね。すいません。はい、まあね、今回は10月ということでね、もうすぐハロウィンの時期になってきましたということで、はい、もうスタジオ内のもね、結構ハロウィンというか、うん、パンプキンがね、いっぱい置かれていたりとかもするんですけど、うん、なんか10月はやる予定ありますか、ハロウィンの。でも、はい、テーマパークのハロウィンイベントがすごい好きなんです。はいはいはい、どこに行っても可愛いじゃないですか。まあ確かに、うん、
あ、なんかピューロランドとか好きそうですけどね。ピューロランドが一番好きなんですけど。当たっちゃいましたねこれね、はいはい、ピューロランドには行こうと思ってます。おお、いいですね、うん、はい、いやー、そうなんだ、行ったことないんですね、ピューロランドっていうのを。自分はそうなんですね、はい、すごい楽しい、はあ、かわいい世界観みたいなので、ハロウィンとかもすごい楽しい。あの、自分ディズニーランドしか行ったことないので、うん、あのディズニーシーを行ってみたいなっていうのと、いいですね、はあ、やっぱあの関東で、まあ、九州に住んでたので、はい、そういった意味でもユニバーサルしか行ったことがなかったんですね、結構、うん、なのでそういった意味でもね、10月はあの行ってみたいな、ディズニーシーとは思いますね。いいですね。はい、あの歩きながらというか、まあ、結構歩くから、うん、有酸素運動がてら皆さん遊べたらいいなと思います。、うん、ということでね、まあ、あの以上なんですけれども、はい、続いてね、私たちの告知コーナーの時間をいただいているということなのでね、はいはい、やってまいりましょうか。お願いします。お願いします、はい、ではまずあの春野さんからですね、から、はい、はい、どうぞお願いします。まず初めてなので自己紹介をしたいなと思って。よろしくお願いします、はい、インスタグラム映していただいてるんですけれども、はい、私インスタグラムの投稿頻度がすごい遅いんですけど、はい、その理由がですね、なんか文章を書くのがすごい好きなんですよね、うん、なるほど。それで写真よりも文章をこだわって投稿していて、うん、なのでちょっと興味があったら文章を読んでほしいなって思います。お、じゃあもう結構ね、力入れてるってことですね、それは。そうですね、一個一個遅いんですけど、一個一個遅い、一個一個の投稿がちょっと遅いのがダメなところなんですけど、一個の投稿をね、あの小説みたいな、ショート小説にしても面白そうですけど、ね、そうですね、やってみたいですね、うんうん、いや可愛いな、可愛いな。本当ですか。いや可愛いですよ。なんか行ったことないところありますね。左上なんだろう、イノシシ。あ、それがですね、マリシテン、マリシテンっていう、うん、イノシシの神様が祀られてるお寺なんですけれども、うん、そう、もともと私神社巡りが好きなんですけど、うん、なんかこのマリシテンを調べたらお寺に行きたくなって行ってきたんですけど、はい、この神様がですね、体力と気力と財力を与えてくれるらしくて、イノシシらしいですね。そうなんですよ、はい、この置物があるんですけど、うん、一緒に写ってるイノシシの、うん、それに触ると体力、気力、財力を与えてくれるらしくて。はー、すごいです。え、これはどこにあるんですか、ね、これが、台東区の、うん、アメ横、うん、アメ横にあるの、ほんと商店街の中に、ボンってあって、行ったことあるのになぜ見えなかったんでしょうね、私は。不思議ですね。はい、すいません。はい、なるほど、なるほど。もういっぱい撫でてきました。もう気力抜群ですね。気力抜群ですね。素晴らしい。おー、これは？そう、これが外観っていうか。あ、じゃあ、こんなにでかいのに見えなかったのかな。そうなんです。なんか、もう一本違うと見えないと思うんで。すごい優しいフォローしてくれましたね。ありがとうございます。心が救われましたね。そう、安心安心。ああ、そうなんだ。綺麗ですね。行ってみたい。綺麗で、うん、平日行ったんであんまり人もいなくて、ゆっくり見ることもできて。やっぱり人がいない時間帯を狙うという、 ね、狙うの大事です。賢い戦略ですね。戦略か。戦略。はい。ほー、で自己紹介の鈴木ですか。鈴木。あ、すいません、あの脱線してしまいました。いやいやいや、はい、鈴木、うん、そうですね、なんだろうな、ありますよと。はい、うんうん、そう、写真あんまりですね、今見ると統一感のないインスタグラムになってしまってるんですけれども。いやいやいや、でもね、ちゃんと自身の写真が乗っかっていることはいいことだと思いますし、はい、いろんなね、バリエーションというか、いろんなね、うん、形の春野さんが見れて、これはこれで自分的にはすごい素敵だと思いますよ。うん、ありがとうございます。いや、本当に素敵だと思います。そうですね、うん、あのネイルの写真があるんですけども、はい、綺麗ですね。自分でやるのが好きで、ちょっとやってもらいたいですね。全然やります。あの、自分壊滅的に下手くそなんですよ、自分の爪を塗るっていう。資格とか取ってないんですけど。おしゃれ。自分で、ね、全部毎回やってて、はい、それでこれはめちゃくちゃうまくいったんで載せました。確かに。あの真ん中のジェルスチャートは関係ない感じですかね。なんかちょっと写真撮るのにみんななんか持つじゃないですか。確かに。なんか持とうかなみたいな。自分多分芋羊羹とか持っちゃう。芋羊羹美味しいから。どっちどっちどうしたって。何を見てほしいか分かんないですね。はい、非常に
困ります、うん、いいですね、可愛らしい、もう女子力がすごい高いですねこのインスタグラムはそうですね、可愛くしたいっていう、いやもうカワスタグラムですよこれは、カワスタグラムですか、カワスタグラムだと思います、いいですね、ありがとうございます、おあ、いろいろあるんだ、そうなんです、お結構ねいろんなバリエーション、猫さんとかだったりとかも、まあまあでもちゃんとね、はい、自分の写真がたくさん載っていて、いっぱい自分載せてます、素敵な、素敵なね、見どころ満載なものなんじゃないかなと思っております、はい、ぜひ写真だけじゃなくて文章も見てほしいなって思いますこの春野さんが意識してほしいのは顔次に文ということでね、お願いします、もしくは文顔次に顔ですね、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、以上ですか、以上ですね、ありがとうございます、ではね続いて私なんですけれども、はい、ありがとうございます、まあ今月というか9月から実際になんですけど、私あのローファットダイエットっていうのを始めまして、うん、体を動かすことは好きなんですけど、はい、まあ、それと並行してね食べるもんめちゃくちゃ大好きだったんですね、はい、なのでまあ変わり運動してる分めちゃくちゃ食べてたので、そんなに体型って自分はあんまり変わってなかったところがあって、はい、まあ、9月から引っ越したっていう新規一点も兼ねまして、まあ、あの自分の体も変えていきたいということで始めたんですよ、はい、うん、でまあ、結果的に言うとあの下の方を見ていただきますと、まあ、最後の投稿が先週の違うか今週のそう最近もう月曜日だったかな、うん、で投稿したので左上ですね、一番左上のそのはい比べたものなんですが、結構腹筋がすごいですね、めっちゃ割れてますね、割れて、まあ、体重自体はプラマイゼロではあるんですけど、体つきはしっかりと変わりましたよっていうので、まあ、改めて食事の重要性っていうのをすごく意識した1ヶ月間でした。で、だいたいダイエットっていうのは3ヶ月間やるといいって言われてて、2ヶ月をしっかりと食事制限したダイエットをして1ヶ月普通の食事をするっていうので3ヶ月、これを1年の間で4回繰り返すことによって痩せやすい体、まあ食べても太りにくい体にしてくれるっていう効果があるので、それを実際に私はローファットっていうダイエットの形で組ませてもらいました。ただあのローファットダイエットってその長期的に続けてしまうとやっぱり体重って低下してしまったり、うん、その停滞化してしまうので、うん、そういった意味でも2つ自分が考えていて、ローファットとケトジェニックダイエットっていう、次は、良質な油を取って逆に炭水化物を抑えるっていうダイエット法があるんですね。それをちょっとやってみようかなっていうので、はい、まあ、一応その11月まで、はい、あのローファットなんですけど、うん、そこから普通の食事に戻して次からはケトジェニックダイエットで新たな体重の変化をねちょっと楽しんでいきたいなっていうのが今の私の趣味ですね、うん、いいですね、はい、体作りが健康になれますね、うもう体作り大好きなのでね、やっぱあの自分足が太いのがすごく嫌だったので、そういったので今年はまあ足を強化したトレーニングをしていこうかなっていうのもまあ2つ目の目標です。で今あの YouTube もいつからかな、今年の6月から実際にスタートしていて、でそちらのね YouTube のアカウントもあるのでちょっと映してもらえますか、あこちらですね、今は、まあ、あの人数もそんなにはいないんですけれども、うん、こちらでね私の後ろ下をちょっとスクロールしてもらうと、上はその、 あの他の子なんですけど、下行くと自分の、うん、欄があって、まあ主にボクサーサイズ、音楽に合わせたボクサーサイズっていうのは、動画にした方がいい、あこれですね、動画に動画があるのでこういったものをね、はい、ぜひ見ていただきたいなっていうのがあります。で、あのどこだっけ、マシストよ鎌倉の美味しい旅っていうのを初めて自分、はい、あの鎌倉に行って、そこでご、はい、そのいろんな鎌倉の有名どころを行ったんですよ。だそういったところのね説明だったりとかものもねいろいろあるので、ぜひちょっと見てほしいです。そうですね、この動画チェックして、うん、そう行ってみてほしいです。はい、であの春菜さんがさっきあの楽屋の方でお話しした時に、鎌倉江ノ島か行ったことないって、そうですね、ね、そう言ってたので、うん、ぜひねこれを機会にちょっと行ってみてほしいです、ね、はい、行きたいです、お願いします。見てから行って、そう見てから言ってください。強制感がすごい。すいませんね、なんか強制しちゃって。
っていうのがね、まあ、私の内容でございました、うん、でなんか個人的になんですけど、まだ春菜さんについて私あんまりよく知らなくて。そうですね、初対面なんで。はい、なのでその趣味っていうのはあるのかなって、どんな趣味があるのかなっていうのはすごい興味があって、はいはい、どうですか趣味は。でも、うん、ずっと家に引きこもりがちなんですけど、はいはい、基本本読んでることが多くて。おお、本読んでる、はい、と私の名前が三月春乃っていう、うん、はいはい、深い月で三月春乃なんですけれども、ね、うん、その名前を取ったのが好きな作家さんの辻村みずきさんの名前をそのままもらって取ってるので、はい、本当に辻村さんが大好きで。私見たことあるかもしれないな、小説。なんか作品の名前ありますか？有名なのだとつなぐとか、うんうん、鏡の古城とか。あ、でも鏡の古城は知ってるかもしれないな。本屋大賞取ってる作品で、うんうん、へー、あ、そうなんだ。そうなんです。いいですね。はい、あ、すごい。でも自分も一時期結構小説を読んでいた時期があって、はい、まあ、今も月に2冊ぐらいしか今読めてないんですけど、うん、まあ、その時に好きだったのが吉田篤弘さんだったかな、はい、っていう方がいらっしゃって、うん、それのなんだかな、なんだったかな、月とコーヒーっていう本があったんですね。それがあのめちゃくちゃ読みやすくて、あ、そうなんですね、あの寝る前に読む本としては本当におすすめなんですよ。寝る前に、はい、なのでね、あの結構ショートストーリーが何個もある感じなので、ちょっとぜひ見てみてほしいです。じゃあこの後本屋寄ってまいります、はい、まあ、月とコーヒーでね、月とコーヒー、はい、みつきさんの名前と合ってると思うので。あ、そう、それです。いや、それです。これこれもう大好きなんです、この本。ちょっとテンションが上がっちゃいました。何回も読んでるみたいな。いや、もう小説の表紙からも可愛いんですね、これ。で、あのコーヒーも好きだし、地球、だ、月が自分大好きなんですよ、うん、なのでね、こういったものをあの、うん、一時期寄せ集めれば集めまくって読んでました。そうなんですね、はい、吉田さんのこの世界観が本当に大好きなので。うん、可愛いですね、はい、もう読んでください。読みます。じゃあ次回までに。あ、そっか、合わないんですけど。合わないんですけど次回までには読んでください。ちょっとお待ちしておりますね。感想送りますね。ありがとうございます。長文でお願いします。長文で。というのがね、私の大好きな本の紹介でした、はい、ありがとうございます。他には、他には、うん、何ですかね、最近やってること、うん、他には、でもあとロジックってわかりますか？ロジック、なんか数読とかあるじゃないですか、はいはい、あれの種類のパズルゲームなんですけれど、うん、あ、ゲーム、はい、なるほど、携帯ゲーム、携帯ゲームなんですけど、ほうほうほう、携帯じゃなくても、うん、なんですか、検証みたいな感じで雑誌みたいなので毎月出るのもあって、うん、そんなのあるんだ、はい、そのなんて数字が書いてあって、うん、それでパズルしてって絵を作るみたいな、うん、ゲームなんですよ。それ見たことあります。見たことあります。はい、なんかこれできるのかなって自分思っちゃって塗り間違えるだろうな1個ぐらいと思っちゃいますもん、うん、で間違えると1個間違えると狂ってくるみたいな、うん、全部狂ってくるみたいなゲームなんですけど、もう絶対やれないこれ。気づいたらずっとやってっちゃうんですよね、はい、パズルゲームも好きで、うん、だからすごいな。そうなんですよ。なんか自分絵を描くのが好きなので、逆にこうやって形はめられたものを作っやったことがないんですよ、あんまり。なるほど、はい、なのでこういったのでね、また新たなデザイン性とか埋めれたらいいなと思います。うん、でも私は絵が下手なので、うん、すごく。あ、逆にですか。逆にやっと絵を描けたみたいな気持ちになりますね。いや、面白いですね。なるほどなるほど。はあ、こういうのもいいですね。なんかね、はい、いろいろなものにつながると思うので、うんうん、まあね、あの10月とか、まあ、こういった、ね、趣味は今2つあると思うんですけども、はい、今後ねやっぱ増やしていくっていうのもすごい新たな挑戦だし、うん、最近本も読んでいて思ったのは、はい、まあ、1日1個どんなに小さなことでもいいので、うん、挑戦するっていうのは大事だなって感じたんですよ、うん、なのでちょっと春野さんにも、うん、これをお伝えしたからには何か挑戦をしていただきたいな。まあ今日がもうこれって新しい挑戦じゃないですか。そうですね、はい、ラジオが挑戦だと思うので、もう今日はクリアですということで、明日からどういったものを挑戦していきたいとかはありますでしょうか。まあ、秋なんで、うん、私ずっと思ってるのが、うん、サンマを家で焼きたい。サンマ、え、炭で焼くってことですか。いや、普通にフライパンでいいんですけど
フライパンで焼いたらまたなんか味が変わっちゃうんですよね、きっと。はい、なんか自炊を最近やっと始めて、逆に自分は怠ってますけどね最近最近やっと始めて、うん、あんまりお魚食べないんですよ。なんか、お肉ばっかり焼いちゃうし、料理もなんか簡単じゃないですか、うん、まあ確かにね、うん、なのでちょっとサンマを自分の家で焼いてみたいっていう。あ、でもね、サンマはねすごくあの EPA って言ったりとか、うん、あの栄養素がすごく高くて、うん、良質な油の一部なので、うん、ぜひね取ってあげてほしいです。ね、あとね、あの役者柄だとやっぱ覚えることって多々あると思うんですよ。はい、そういうのもお魚の油だったりっていうのは、うん、その記憶向上とか、うん、記憶改善につながるので、うん、もうねそれはすごいいい挑戦だと思いますよ。じゃあ明日サンマ、はい、ぜひね、あの写真送ってくださいね。送ります。待ってますね。LINE ですよ、LINE。待ってますからね。はい、はい、あ、であればあの、はい、本当に御徒町の方の、はい、あのベニヤさん、ベニヤさんあったと思うんですけど、はい、あそこ焼き魚、サンマもね焼けてる、焼けてるとメニューにあると思うので、はいはい、そういうのを1回食べてみてからやるのか、まあ、うん、先に焼いた自分で作った方がいいか。そうですよね、違いが、ね、なんかあれってなっちゃうんで、美味しくないってなっちゃったらあれなんでなのでね、あのぜひぜひそういったあの新しい試みもいいんじゃないかなと思います、うん、でもうすぐでね、あの今年2022年か、うん、もう終わりになってしまうので、今年のね抱負というか挑戦ありますか、その他に、うん、でもダイエット挑戦されてたってことで、はい、ちょっとやってみたいなとずっと思ってるんですけどお、やってみたいなと思ってやらないとって思ってるんですけど、はい、まあ、目標がね、目標、はい、そうですね、何キロまで減何ヶ月までに減、これはもうあの期日をしっかりと決めるとすごくやりやすくなるので、はい、なるほど、そうです。どのぐらいが、もう全然ダイエットをしたことがなくて、はいはい、なんかどのぐらいがどうなのかが全然わかんないんですけど、ま、個人的になんですけど、はい、1ヶ月ローファットダイエットしてみて体感したのは、まあ、1週間に1キロで、まあ、停滞するとかもいろいろ考えると、はい、まあ、1ヶ月でマイナス3キロは落とせるとは思うんですよ。なるほど、まあ、あの人の体、そのなんだろう、体にもよりけりではあるとは思うんですが、個人的にはね1ヶ月に3キロ落とせれば全然ベストだと思います。なるほど、じゃあ1ヶ月3キロで、うん、今10月、うん、11、12、うん、だから3ヶ月でマイナス9キロ できるかな。いや、でもあのできるかなじゃないですよ、できるって言った方ができます、はい、じゃあ3ヶ月後にはマイナス9キロして一緒にね、あのマイナス9キロの旅に出かけていきましょうか、はい、ということでもうそろそろね、あのお時間になってしまうんですが、うん、はい、何か伝えたいこと他にあったりしますか。伝えたいことは大丈夫です、うん特になかったそうですね、はいはい、まあ、あの来月から本当に改めてね、あの次の週もまたあの、うん、組み合わせが変わってくるということなので、はい、あの新たな、ね、組み合わせで皆さん楽しんでいただけたらなと個人的には思っております。で、まあ、11月に何があるかなんていうのはよくわからないですけれどもまだね、まあ、いろんな挑戦を個々に頑張っていてね俳優業も、ね、しっかりと頑張っていけたらなと思うのでぜひ応援していただけたら個人的には嬉しいです。はい、お願いします、ね、はい、ではね、また一緒に頑張っていきましょうか、はいはい、たまに LINE くださいね。はい、お願いしますすごい身内トークみたいな感じだけど、はい、ということでね、では改めまして MC の天馬晴日と三月春乃でした。はい、ではね、来月もお楽しみくださいということで、では、バイバイ、バイバイ、お疲れ様です。